1932年昭和7年3月号の主婦の友という雑誌についてきた付録のお菓子作りの本です。タイトルは道具いらずにできるお菓子の作り方。お菓子の作り方や料理道具の使い方などが文章とイラストで描かれています。主婦の友は主婦の友社が1917年大正6年に発行した女性向け月刊誌です。主婦の生活や主婦クラブとともに主婦向けの代表的な雑誌でした。婦人誌の付録に初めて家計簿をつけた雑誌としても知られています。もともと主婦という言葉のイメージは商家を切り盛りするおかみさんでした。他紙が上流家庭を意識した婦人に向けて教養系記事をメインにしたのに対して、一般大衆の実際の生活に役立つ実用系記事を充実させました。主婦の友の誕生は新しい女性層である主婦誕生の瞬間でもあったのです。東京家政研究会の創立者石川武雄氏により主婦の友は創刊されました。創刊号は菊版120ページ15銭で1万部発行。当時発行されていた婦人画報30銭、婦女会17銭、婦人の友20銭よりも安価に設定されました。編集方針は主婦に生活の知恵を授ける、生活に根ざした教養と収容の生活技術啓蒙誌であり、大衆層に向けたものでした。また1918年新年号では婦人誌で最初の別冊付録開運独占をつけました。売れ行きも好調で、大正時代の末には部数は22万部となりました。当時の婦人誌では春夏秋冬の年4回だけ付録をつける習慣でしたが、1931年の主婦の友では新年号に続き2月号に別冊付録をつけました。すると講談社の雑誌である婦人クラブ3月号も負けじと別冊付録をつけました。ここから2冊の付録合戦が加熱し、片手で持てない大付録といったキャッチフレーズもつき、1934年主婦の友新年号では家庭作法法典512ページなどの15大付録とし、新聞広告にはお買いになる方は風呂敷をお持ちくださいと載せるほどとなりました。この頃両紙の発行部数は100万部を超えていましたが、毎月赤字となり、これを見かねた実業の日本社先代社長の増田義一が仲裁に立ち、1941年に石川武雄氏と講談社社長の野間誠司の間で自粛協定が結ばれました。またこの間主婦の友は最高発行部数163万部を記録しました。戦時中、戦後は低迷していましたが、1956年3月号からは版型をそれまでの英語版から B5 版へと大版化し、値段も180円から135円に値下げ、別冊付録は年5回とする代わりに巻末閉じ込み付録とするなどの刷新を行いました。これにより婦人誌は軒並み大版化し、婦人生活雑誌の発展につながりました。その後は結婚したら主婦の友をキャッチフレーズにし、主婦というワードを世に広めた影響力のある雑誌として発行を続けましたが、出版部数は徐々に低迷し、2008年6月号をもって休刊しました。